ロータス 95T は、チームロータスが1984年の F1、世界選手権3専用に開発したフォーミュラカー。設計は、ジェラール・ドュカルジュ。1984年の開幕戦から最終戦まで、実戦投入された。1985年には 95T をベースとして、カート3専用の車両である96が開発された。 1984年からレギュレーション変更により、レース中に使用することができる燃料が250リットルから220リットルへと減少したため、前年の 94t よりも小型化されている。エンジンは、前年に引き続きルノー V6 ターボを使用し、タイヤはピレリからグッドイヤーに戻っている。ドライバーは、前年に引き続き、エリオ・デ・アンジェリスとナイジェル・マンセル。 開幕戦のブラジル GP では、デアンジェリスが、ポールポジションを獲得するが、決勝は3位に終わる。第6戦モナコ GP では、マンセルが予選2位から初めてトップを走行するが、大雨の中で、コース上の白線に乗ってスリップし、ガードレールにヒットして、リアセクションを破壊してリタイアした。第9戦アメリカ GP では、マンセルが、ポールポジション、でアンジェリスが、 予選2番手につけ、ロータスがフロントローを独占した。決勝ではマンセルが構想するものの、チェッカー目前で壁にヒットし、ミッションを壊して停止してしまう。マンセルは自らマシンを押して、チェッカーを目指すも、途中で気絶して、コース上に倒れてしまい、結果的に6位乾燥扱いに終わった。一方、デアンジェリスは3位でフィニッシュしている。 デアンジェリスがコンスタントにポイントを稼ぐ一方で、マンセルは自身のミスやマシントラブルが相次ぎ思うようにポイントを獲得できなかった。95t の弱点はギアボックスの信頼性であった。コンストラクターランキングはマクラーレン、フェラーリに続いて3位となり、エリオ・デアンジェリスは未勝利ながらドライバーズランキング3位となった。 1984ロータス95ティールノー、イメージズ、スペシフィケーションズインフォメーション。ULTIMATECARPAGE.com2010 年8月23日閲覧。ありがとうございます。